なんでおごるのっていう話をしたときに、そのミャンマーのおっちゃんに、多分年収100万円もないミャンマーのおっちゃんにね、だから僕は君におごるんだって言われたので、僕はこの話を日本人に結構多くしています、はい、今まで感動したサービスってありますか？ホテル、レストラン以外で。ミャンマーの旅行代理店のおっちゃんの話って僕多分5回ぐらいしてると思うんですけど、もう1回していいですか？多分15年ぐらい前かな、ミャンマーに旅行に行ったんですけど、その当時のミャンマーってクレジットカードも使えなかったんですよね。経済制裁を受けてて、あの旅行で入るのもなかなか難しくて、ビザを取らないと入れないんですけど、知り合いと含めて3人で行くはずだったんですけど、1人の人が編集者さん で、編集ということはジャーナリストですね、ジャーナリストは入れませんみたいな、軍事政権だったのでっていう感じで、かなりシビアな国だったんですよ。その知り合いと2人でミャンマー入ったんですけど、ミャンマーでやってるラベイっていうキックボクシングが見たかったんですけど、そんな理由でまあミャンマー行ったんですけど、朝にまあ暇だったからちょっとホテルの前に散歩してたんですよ。あのミャンマーって男性がつけるスカートがあるんですよね。あの男の人がスカートみたいな履く文化があって、そんなのあるんだって、じゃあそれとか市場とかで見に行こうかなと思って、こうフラフラ歩いてたら、英語喋れるおっちゃんが来て、何してんのって、どっから来たの、あ日本から来たんだよねっていうので、なんか散歩みたいなこと、うん散歩 でスカートみたいなのを探そうと思ってるんだよねみたいなことでしたら、あじゃあ紹介してあげるよって言われて、自分の知ってる店に連れてって買わせてキックバックをもらうタイプの外国人の観光客からお金を取る人って結構いるんですよ、タイとかに。だからそのタイプかなと思って、最初にこう連れてかれたお店、こう一通り商品見て、なんかそんなにいいのないからここはいいかなみたいなこと言ったら、あそう分かったって言ってすぐ引き下がったんですよ。キックバックを狙う人ってなんとか買わせようとするんですけど、なんかそれもないから、へーと思って、じゃあ別の店あるからそっち見るって言われて、あじゃあそっち行くわって言って、知り合いの店が多いから、その別の店の方でキックバックもらう的なやつなのかなと思って、結局その時僕買わなかったんだよね確か。で結局買わなかったんだけど、でじゃあホテル帰るわって言って、こうホテルの帰る道の時に、ミャンマーってタバコのような葉っぱっていうのが路上で売ってるんですよ。日本の場合ってタバコってパックに入ってるんですけど、あれでタバコの葉っぱっていうのを丸めて火つけて吸えばタバコみたいなのになってて、っていう感じで、あの野生のタバコ的な葉っぱっていうのを路上で売ってるおっちゃんとかがいて、これ吸ったことあるってそのおっちゃんがいて、いや吸ったことないんだよねって言ったら、あじゃあ試してみたらっていうので、そのおっちゃんがそこの路上でタバコをこれくれよって言って、あじゃあこれ僕が払うのかなと思ったら、くれたんですよ、自分で払って、おっちゃんが。ではくれるんだ、へえ ありがとうっていうので、なんかまあおごってもらったから後で返せ的なやつかなみたいなのになると、大麻じゃないですよあのちなみにミャンマーってお茶っぱ食べるんですけどね、まあいいや。でその後に、じゃあそのホテルの近くで、じゃあお茶をしようって言われたんですよ。お茶をして、このお茶を僕がおごって観光だったりチャラっていう、そういうコースかなみたいな感じで、でそこでいろいろ話してたんですけど、いつもは旅行代理店やってますと。で今日は日曜日だから、僕は旅行代理店の仕事をしてるわけではないと。ただミャンマーっていうのはその軍事政権でお客さんがあんまり来ないから、でも旅行代理店として世界中から観光客が増えるようにして、なんかにミャンマーをこういい国にしたいんだよねっていう話をしてて、あそうなんだって話をして、でその帰り際に、じゃ あのこれ僕出すよって言ったら、お茶おごるよって言われたんですよ、そのミャンマーのおっちゃんに。多分年収100万円もないミャンマーのおっちゃんにね、なんでおごるのっていう話をした時に、そのミャンマーに来て良い思いをしたっていうのを日本に帰った時に友達に言ってほしい、そしたらきっと友達もミャンマーに行きたいって思うでしょ、だから僕は君におごるんだって言われたので、僕はこの話を日本人に結構多くしています、はい、多分ね10回以上してると思います。っていうのがあのいいサービスの話かな。